いやー、俺のショート伸びまくってんな。あー、もっと俺を知ってもらわなきゃ。いや、なんかちょっと緊張するな。よし、どうも、トマスンです。前ロング動画出したのが11ヶ月前。この時確か登録者10万人ぐらいかな。今なんと33万人超えということで、みんなマジありがとう。めっちゃ嬉しいわ、ほんまに。ってことで、インスタでもたくさん質問もらったから、それに答えていきたいと思います。それではどうぞ。改めて自己紹介、あ、待って、乾杯してこう。乾杯どれにしよっかな。梅酒からいこうかな。梅酒そうだ、俺梅酒好きやねん。おー、飛んだ。久々のロング動画に乾杯。うまっ。つまみマックで、うまっ。じゃあ気を取り直して自己紹介します。男、トマスン、3月22日生まれ、25歳、独身です。インスタとツイッターやってますか？やってます。この2つ更新率高めやからフォローお願いします。次がカバンの中身紹介。よいしょ。カバン、これ俺の場合結構重いのよ。まずはこれや、なんでもくん、文房具なんでも入ってますよみたいな、めっちゃ便利。ほんでマスクやろ、除菌シート、これ入ってないやん。財布、サングラス、マック、 iPad、 あ、これまた iPad。 ショー、アップルばっかやで。これ iPhone、 これアップルばっかやん。あ、待って、リンゴ入ってた。こんな感じ。今持ってる家電で一番お気に入りのものはドラム式洗濯機とダイソンのドライヤー。トマスの趣味気になる。趣味か、趣味はガジェットが好きなのと、でも格闘技やね。格闘技はもう見るのもやるのも大好きやから、ガジェットと格闘技かな。自分の嫌なところと好きなところはどこですか？嫌なところは容量が悪いところ、好きなところは子供心忘れてないところかな。いい意味で現実見ずに子供の時に描いてた自分になるために生きてます。30万人おめでとうございます。あざす。 YouTube ショートの極意を教えてください。でも今度教えたらさ、トライバル増えるよ。まあそうやな。まあショートムービーってマックス60秒やんか。1秒1秒もう全部手を抜かない、全部100点。まあ極意というより、まあそういう気持ちで俺はやってるって感じやな。はい。30万人になって変わったこと。まあ、このさ、動画クリエイターって仕事をずっとやってきて、山あり谷ありでさ、まあ、いろんなことあって、失敗に対する向き合い方が変わったかな。まあ、30万人ってよりも、それはもう徐々にこうなっていったって感じかな。今一番やりたい企画、冷蔵庫めっちゃちっちゃくて、もう業務用のむっちゃでかい、もう、冷凍室とかやるような、そんぐらいのでかい冷蔵庫買ってみたをやりたいです。コラボしたい YouTuber、ヒカキンさん、YouTube ショートを始めようと思ったきっかけは何ですか？ちなみにいます。俺あんま集中力なくて、ロングってさ、やっぱずーっとカメラ回すやん。例えばショートだったら、このトイレありえなくない？片やロングやと、このトイレありえなくないですか？服とかもね、いっぱいあって、もうね、ってなっちゃうよ、マジで。ちょっとあんま向いてないなと思って。まずショート極めて、集中力ついてきたら、3分、5分、8分、こう伸ばしていけたらなと思ってます。次、撮影から編集までどれくらいの時間かかりますか？もう3日から、ごっついこだわってます。企画の決め方はマジもう日常なんやけど、テレビ欲しいなとか、じゃあ狭いから壁掛けしちゃおうとか、食器洗剤買ったのに食洗機をやった。あ、じゃあまあ、食洗機買っちゃおう。プラスのこともマイナスのことも全部動画でね、面白おかしくできたら、トマスンっていうエンターテインメントに落とし込めるかどうかで企画はちょっと決まってます。トマスンはアンチについてどう思ってますか？いや、もう全然嬉しい。みんなに大好き、かっこいい、面白い、かわいいって、こう褒めたたえられるのも俺の仕事やし、かたやもうアンチの人に、気持ち悪いこいつとか、ブサイやんこいつ、なんやねん、思んないわ、お前。って言われるのも俺の仕事やし、アンチに殴られるのもファンの人に、
抱きしめられるのも俺の仕事なので全部がもう嬉しいです。嫌いな人も好きな人もみんなでこれで盛り上がってくれたらなって思います。どうやって収入を得てるんですか？これよ。普段何してますか？これよ。貯金どんくらいですか？いやマジ俺企画にめっちゃ使うから貯金ないで。278,565円。すっくねー。アパレル展開しないんですか？お、ちょっと早めの告知になるんやけど、これ今日着てるこれ含めた5型ほどあのゾゾタウンで販売しようかなと思ってるので、みんな交互期待しておいてください。新グッズはいつぐらい発売しますか？そうや、新グッズは今ちょっと実はオンラインで発売してるので、気になった方はぜひ。ブレイキングダウン出る予定ありますか？ブレイキングダウンはちょっと出たいんやけど、今の俺のやるべきことじゃないかなと思ってて、俺はやっぱこの動画でさ一流になって、やっぱ一つのことをやっぱ一個極めたい。新しい挑戦っていうのはやっぱこうちゃんと一個のことね貫いてやり尽くして、コツコツ毎日頑張ってやって極めた後に次の挑戦があると思ってるんよ。ブレイキングダウンで俺はスーパースターになるねん、格闘技一本でやるねんって言うんだったら出るし、でも俺が今一番やりたいのは動画クリエイターとしてもう一流になって一番になりたいっていうのが俺の夢やから、ブレイキングダウンは今のところ出ないかなっていう感じです。何かやらかした時や失敗した時の立ち直り方、まあでもやっぱ人間一人では生きていかれへんからさ、友達やったり恋人やったりお母さんお父さん、まあ俺やったらファンのみんながねこうそばに寄ってくれるから俺も頑張れるし、まあもしそういう人がおらんかったら俺が動画で発表させるから、いつでも動画見に来てください。小さい時の将来の夢は K-1 のチャンピオン。将来の夢ってどうやったら叶えられますか？まあ毎日コツコツ頑張るのはもちろんやけど、その夢に対して振り切ることかな。俺も始めた時に彼女に振られたし、やっぱ時間がないから友達もおらんくなっていったし、中途半端じゃなく振り切って頑張っていきましょう。一生それ以外食べれないとしたら何にする？カレーかな。好きな寸の言い方やっていきます。今までの髪色で一番好きな髪色はこれちゃう？これじゃない？俺の中ではこれが黒の次に一番ハマったかな。うん。ヘアケア何してますか？ヘアケアはこのシャンプー使って、このトリートメント使って、このアウトバストリートメントも使っていたわってます。ハゲるなよ、ハゲるなよ、ハゲるなよ、ハゲたらあかんぞ。髪のオーダーこれ取っちゃってはい、スクショ。これ以上髪染めないで。優しい。まあ俺もちょっと動画のためとはいえ一旦休憩します。めっちゃ打ってきたわ。やば、これめっちゃきつい。なんかちょっと打ってきたかも。ちょっと一旦ちょっと味変で。これジャックダニエルコーラ新作でめっちゃ美味しそうやな思って。うお、今日これ酔うわ絶対。やばいわ。トマスの特技、俺さモノマネ得意で、例えばいや、その瞬どこに行くんだいとか、おいのび太野球しようぜとか、なんかこう特徴つかむのうまいね俺。お洋服いつもどこで買ってますか？あのこれメゾンキスで死ぬほど買ってたんやけど、なんか同じ服ばっか買っても思んないやん。だから最近はもういろんなとこでいいなって思ったやつもうとにかく買ってる。ファセタズムとアクネと、あとハイブラやったらプラダとか、最近その辺の服を買いました。好きな女性の服装は、足出してるのかな。最近なんか足出してる女の子を追っちゃうっすね。告白したされた回数は何回ですか？小学校の時に1回と、あと中学校で2回、高校はマジでゼロ。あ、もう増えちゃった高校はゼロ、大学もゼロや。大学ないわ。されたのは3で、したのが中学1、高校で2、大学で2、合計8恋愛です。多分わかんないけどね。これ概算なんでお願いします。彼女がいたらみんなで正直に言うか言わへんか。まあこれに関しては結論としているともいないとも言わないかな。ええ年こいていないっていうのもおかしいやん。みんながどうなのかなって気になるとこも含めて、なんかこうトマスも楽しんでくれたらなって俺は思います。僕の恋愛遍歴覚えてる範囲なんですけど、初めて彼女できたのが小学校6年生の時で、お道具箱の中にラブレター入っとったんや。しかも当時好きな子から。やばくね。で、その子と中学校入るぐらいまで付き合って、2人目に付き合った子が中1の時同じクラスで、その子と2年ぐらい付き合ってて。長いっしょ。ほんで高校はもう全くのゼロ。全然モテへんかった。それが悔しくて、大学で一目惚れした女の子に告白して、で、付き合うことになったんやけど、で、その子とはもう2ヶ月ぐらいかな。他に好きな男ができたって言われて、で、YouTube 始める時まで付き合ってたのが、バイト先で出会った女の子と3年ぐらいかな、付き合ってました。小学校から大学までの恋愛がそんな感じです。はい。小さい時の写真、じゃあ3枚ぐらい公開します。ほい、ほい、ほい。ミニすんのが可愛くないですか？バレた？
好きな女性のタイプ、やっぱこうどんだけ好きでもさ、最初のときめきとかフレッシュな気持ちってのはやっぱこうだんだん下がっていくやん。だから尊敬できる人がいいよな。相手への尊敬の気持ちってさ、このどんだけ年数が経ってもそれって消えないものやん。パートナーのことちゃんと尊敬できる人か、そこが一番大事やなって思います。一番お金使った日、ここの引っ越し。ラスト、毎日楽しそうにしてる理由。これはもう毎日みんなのおかげでチャレンジできてるからです。 YouTube 始めるまでの俺の人生ってサボりまくりで、ほんま何も成し遂げたことなくて、一つのことコツコツやるなんてことを全くできなかったんだけど、みんながこうやって応援してくれて支えてくれて、コツコツできるようになりました。そしてこれからもたくさんの笑顔とみんなに、はい、しきりくせ。そしてたまにはこうやってみんなと喋れるようなロング動画も絶対出していこうかなと思ってるから、ぜひチャンネル登録して待っててください。明日からも人間頑張りやしょう。バイバイスン。